で、そもそもですね、最新の心理学とか遺伝子医学ではですね、えー、努力できる遺伝子というの,の存在がもう当たり前になっているんですね。えー、ミシガン州とテキサス大学の合同調査です。これあの、この本の中に書いてないことなんですけども、双子850組をですね、対象にした楽器の練習を黙々とこなすことができる。クラシック楽器って、あれね、どん、あのね、 努力とですね、なんだろう、う成果がなかなか一致しないですね。百努力したら1 2、一か二や、ちょっとあの、 結果が出てくるというですね、かなりこう努力がポイントになってくるジャンルなんですよ。クラシック楽器っていうのはですね。で、そういう楽器の練習を黙々とこなすことができるのか、努力できるのかというものを比較調査をしました。850組の双子を対象にして、それぞれ違う家にもらわれていくわけですね。で、互いの環境の違う家に養子に行った双子それぞれが、どれぐらいクラシック楽器の練習ができるのか。 これの調査のすごいところは、その850組の双子、すべてに関してですね、クラシック楽器をさせたところなんですけどもですね、<laughs> 驚いたことにですね、裕福で教育の熱心な家に養子に行った子供と、ある中とか問題のある家庭に養子に行った子供ですね、双子なんですよ。全く遺伝子同じなんですよ。の間にですね、努力できる能力、力に差がなかったんですね。つまり、努力できる能力、 あまり成果が出ないと分かっていても、黙々と努力できる。努力の才能というものはですね、遺伝で決まってしまうわけですね。なんかね、えぐい話ですよね。まあ、僕はこれ笑って言うのは申し訳ないんですけど。だって努力できるかどうかも遺伝で、才能のあるなしも遺伝で、生まれる環境とか時代を選べないじゃないですか。そうすると、一人の人間の成功とか出世って、ほとんど全て運次第。 偶然だっていうふうにですね、議論できてしまうんですね。でも、ここで話がですね、まあ日本に戻ってくるんですけれども、例えばオンラインサロンやってる人とかですね、IT 社長の人たちっていうのは、この議論が大嫌いなんですよ。大嫌いなんですよね。なんでかっていうと、なんか、なんでこの残酷な真実っていうのが成功者から嫌われるかっていうと、三つ理由があってですね、一つ目。 お前も俺みたいになれる。お前も俺みたいになれっていう、ティモンディ高岸的なですね、励ましができないからですね。あの、オンラインサロンの存在理由そのものを否定されるからですよ。僕みたいなことを、僕がやり方を教えますとか、こういうふうなことをやればいいんですっていうのが、そもそもできる遺伝子とできない遺伝子っていうのがある。こういうふうなことをですね、これがやっぱり、みんなやっぱ聞きたくない話なんですね。二つ目、自分自身の成功が単なる運っていうふうに、 単なる運がいいからだというふうに言われている気がすると。つまり、その人たちはその人たちで、これまで努力してきたわけです。もちろん努力の才能、努力の遺伝子があったんですけども、それでもですね、若い頃から他の人が遊んでいる時に努力したこと、それ自体は変わらないじゃないですか。でもその成果を全て否定して、それは遺伝子のおかげですね。あんたは顔がいいからだけだよなっていうふうに言われてるような、そういうなんか侮辱を感じちゃう。だからやっぱこの議論飲み込めないんですよ。三つ目。 高額所得者から高い税金を取ることを正当化するからですね。だからこう、成功者からはですね、この、あの、努力できるかどうかも遺伝であって、所詮成功というのは運に過ぎないという議論はすごい嫌われるんですよね。それは頑張ったからこんなお金あるんだ。それをなんでこんなたくさん税金取られなきゃいけないんだっていうロジックを彼らはいつも言うんですけども、ところがですね、このサンデル教授の理屈によるとですね、 頑張ったからっていうのはもちろんあるんだけど、あんたが経済的に成功したのはほとんど運なんだから、同じくほとんど運で恵まれてない人たちに福祉という形で税金を払って、それが彼らのところに回っていくのは正しいよといううに言われちゃうわけですね。だからこの民主党的なです、ね、理屈の立て方が、やっぱ高額所得者の人、成功者にはです、ね、耳に痛い話になっちゃうわけです。えー、人生で成功するかどうかはまあ本当に運次第と。 で、どんな遺伝子を持って、で、まあ、あの、どんな環境でどんな時代に生まれてくるのかというですね、自分ではコントロールできないことで、まあ、人生というのは決まっちゃうと。まあ、もちろんその中で精一杯頑張るというふうによく言われるんですけど、その精一杯頑張る遺伝子っていうのがあるなしですね。それで成果に、なんか結果に差が出ちゃうわけじゃないですか。だから成功した人は偉いわけでもない、賢いわけでもないっていうのが、 僕はこう、このゼミでいつも言ってると思うんですけども、それ現実だと思うんですよ。自分以外の力で恵まれてただけで、あの、トップユーチューバーは別に偉くないし、賢くないんですよね。でも、人間というのは成功者を偉い、賢いと思って真似ようとしちゃう。これ本能なんですよ。それは集団生物とい人間の本能ですよね。あの、優れたボスとか優れた個体を真似ることによって、俺自身も 役に立ちますというですね、集団の中で自分をアピールするため、そのために原始時代から身につけていた人間の本能なんですよね。あの、群れからのけ者にされたり、役に立たない扱いされたりするっていうことは、まびかれたり、殺されたりすることを意味するわけじゃないですか。だからそういうことを防ぐために脳が進化の途中で編み出した擬態です。あの、カメレオンが周囲の色を真似るように、カメレオンは、あの、鳥とかですね、捕食者から自分を守るために周囲の色を同化させるんですよ。 ところがですね、人間のですね、最大の天敵というのは人間自身なんですね。あの、狩猟社会の中ではですね、狩猟社会の中では人間というのは常に役立たない個体は他の元気な個体から間引きされる、殺されるという恐怖にいつもさらされてたので、人間は成功している個体のですね、色を真似るんです。カメレオンみたいになるんです。だから僕らは成功者に憧れる、で、真似をするという本能を持っちゃってるんですね。 困ったことです。ということでですね、ポイント5。能力も運のうちです。いやもう能力のあるなしは運次第だっていうふうなことですね。えー、やっとポイント5ですよ。